上国来襲。前衛の防御は我々にお任せください。孫将校様はスキルゲージが溜まるとスキルが使える。行くわよ。お前の実力、地味猛領どもよ、ここに集え。え、何よこれ。孫将校殿、上座鉛筆と超翼徳も現着しました。多数の敵性幼獣を認識、戦闘モードオン。長雲様、長飛様、ありがとう。何、ご心配なく。私の槍と、粉になるまで切り。長山の超支流だ。大獣もいるのか。長雲の覚醒スキルは一気に進むぞ。まさか、このまでの威力とは。敵のスキル発動体制を確認。こちらもスキルで放射砲発射。終わりだ。Thank you.
兵隊のノックバック能力は厄介だな。騎兵の対策を考えないとダメかな。そんな時は俺だ。何を隠そう、槍兵は騎兵に4倍のダメージを与えられるんだ。今後役に立つから覚えてた方がいいぜ。あのゴリラっぽい人、ホーキンを応戦するしかないでしょ。ゴリラ退治よ。やっ、死に好天が立つ。お前のようなゲロに。3人であの魔物を止めるぞ。急げ。やっ、皆もう一息だ。なるほど、効果があるかどうかわからないが、必殺攻撃を打ってみる。しました。東鉄を倒せて何よ。しかし龍美さん、参ったな。このままだとは畑の死。あれ、東鉄もみんな消えた人たちのことは心配だけど、私たちは先に進むしかなさそうね。
ホーキングまだこんなにいるの？いくらなんでも魔王聴覚の勢力は想像孫将校様、弓兵隊援軍の弓兵が参戦しました。私たちは離れたところから敵の後衛を狙い撃つ遠距離攻撃専門部隊です。